はい、皆さんこんにちは。ヨーヨースタイルランドの岡田です。シズリーヨーヨーデザインの岩倉玲です。さあ本日はですね、世界チャンピオン岩倉玲さんの新しいシグネチャーモデルが誕生したということで、はい、今日は本人にこちらのヨーヨー紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紹介してもらうヨーヨーはこちら、新コントレイル。ちょうど1年前あのフローレスが生まれ変わって、今回コントレイルも生まれ変わる必要があった。そうですね、やっぱりフローレスは僕が大会であの使うようで、まあ、競技として勝負するためのようなんですけど、うんうん、でもコントレイルがやっぱりまだ進化せずにこう止まったわけですよね。フローレスは進化した、うん、じゃあコントレイルも進化した、これがまず最初のきっかけでコントレイルを作ることになりました。はいはい、はい、その進化したっていうことなんですけど、はい、何かこうコンセプトというかこういう風に進化させたいっていうのはあったんですか？はいはい、ありました。まず基本的にはフローレスがまあ進化したことで、うんうんうん、ここの進化具合がまあめちゃくちゃ良かったんですよ。あ、なるほど。めちゃくちゃ進化した、めちゃくちゃ満足したから、これを同じようにコントレイルもやりたい。で、じゃあそれは何か、うん、やっぱ大きな4つのポイントがあるんですよ、はい、でこのポイント4つっていうのはフローレスとやったら同じ、うん、より軽く、はい、より回転する、うん、より丈夫で、うん、より幅広い、これを目指して完成したのがコントレイルです。贅沢ですね。はい。まあまた無理言いましたね。C3 の結果。そりゃその方がいいだろう。詰め合わせみたいな。そう。できたらええけど、できるのか。できたら一番いいやつ。違うんだって、オスカー。できたんだって。すごい。すごい。そしてできたのが。そしてできたのが。こちらのいや、すごいんだって。それをじゃあちょっと今から、はい、いろいろご説明したいと思います。はい。そもそもコントレイルっていうヨーヨーはどんなヨーヨーかっていうと、これからオフストリングスを始めたいなとか、うん、いろんな技をどん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 覚えていきたいなっていう、まあ、初心者から中級者の方に向けた最初のオフストリングスヨーヨーを目指して作られた、これがコントレイルです。はい、はいはい、なるほど。フローレス、うん、まあ、基本的にやっぱ自分が競技とかパフォーマンスの中で一番ベストなパフォーマンスを出すためのもの、うん、まあ、自分の一番武器になるヨーヨーだったんですけど、うん、コントレイルはよりたくさんの人に触ってほしい、オフストリングってすごい面白いなっていうことを知ってほしくて作ったものがコントレイルです。ああ、なるほど。あの、うん、ターゲットが自分か、ターゲットがビギナーかみたいな、そうです、そうです、いうのでちょっと違うモデルになってるってことですね。はい、はいはい、じゃあなんでこれが今からオフストリングを始める人に向いてるかっていうと、うん、まずさっきの言った4つのポイント、うん、まず回転力、うん、技を最初にやっぱ覚えるときに、うん、すぐ止まったら全然技も覚えられないわけですよ。あ、そうですね、回転力必要、うん、で初心者一番最初なの幅。あ、幅が広くないとね、なかなか最初乗んないから、でも幅広でどんどん、まあ、ちゃんと基本的に乗ることを、うんうん、乗るまでのハードルを低くして、そこからどん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 技を覚えていってほしい、うん、より技習得をしやすくするために絶対幅必要だと、うん、なるほど。であとは軽さ、はいはい、旧コントレイルと比べてかなりまあ軽くなったんですけども、はい、基本的に軽くなることでやっぱり長時間の練習をね、まあ、できることになると、うん、最初のオフストリング重いものだと、うん、どうしてもやっぱ指への負担とかがあるので、うん、そういった意味では、まあ、この軽さがベストかなと思います、うん、あとはまあ耐久性もかなり上がっているので、うん、最初の頃はどんどん落とすじゃないですか。逆にまあ落として落とせば落とすほど僕が上手くなってくると思うので、うん、上手くなるための練習に耐えられるような、うん、耐久性を持ってくるというところですね。なるほど、はい、今までのコントレイル重さとかで安定感と回転力を出してるタイプだったと思うんですよね。やっぱ重くてもあの安定して回ることの方がビギナーに向けてすごいおすすめなヨーヨーの要因の一つだったと思うんで、それが今すごいあのヨーヨーを作るあの技術だったり設計ノウハウだったりが進化して、あの軽くても長く回ったり回転力強くなったり安定感が強くなったりっていうようなヨーヨーが作れるようになったから、じゃあその範囲の中で軽いものの方があの腕への負担が少なくなるっていうことで、今回コントレイルは軽くてもよく回って安定感があるビギナーにおすすめなものになったっていう形に進化してるってことですね。そうですね、ここ数年で明らかに C3 ヨーヨーデザインがヨーヨーを作る技術っていうのがめちゃくちゃ上がったんですよね、うん、それをやっぱりフローレスですごく感じたので、うん、じゃあそれをコントレイルにも絶対落とし込めると思ったら、やっぱりちゃんとしたものもかなりいいものを作ってくれたから、それはすごい期待に C3 が応えてくれたかなって感じです、うん、なるほど。初心者向けっていう形で、うん、あの設計とかコンセプトで打ち出して作られてたものだと思うんですけど、でも結果出来上がったものって初心者だけじゃないですよね。そうですね、結局なんかすごい僕の中でオフストリングのビギナー向けのヨーヨーのコンセプトっていうのはあるんですけど、うん、あの初心者向けのベストのオフストリングヨーヨーって、うん、あの初心者がやる技しかできないスペックの低いヨーヨーではないんですよ。あー、なるほど。大会であの披露できるような、大会戦えるようなトリックも十分できる高いスペックを持っているけども、うん、
けど初心者が一番最初に手に取ってトリックを習得しやすいスペックっていうのが必要なんですよね、うん、ああなるほど。このテストの段階で、あの2019の世界大会の構成とか、うんうん、2020年の全国大会の構成とかは全然通せるようなスペックになっているので、世界トップクラスのフリースタイルもできるけど、これからオフスリング始めようって思った人が迷わずに使える設計にもなってる、ものすごい懐の深い要領になってる。そうです。設計のコンセプトとしてできることの幅をとにかく広げたかったんですよね。なのでそういう意味で設計開発期間はあのフローレスの時よりも全然長くかかりました。フローレスの時は一番ハイスペックであるなと、うんうん、まあ、自分でやっぱ戦いためには一番このスペックがいいなっていうのもうドンピシャで決まってたんですけど、うんうん、そういったじゃあ万人向けのスペックを、うんうん、とにかくそのいろんなテストをしながら、うん、まあ、探していったので、スペーサーもかなり試したし、うん、この設計もやっぱり何パターンかやっぱり試したし、うん、かなり悩んだべく作れたので、うん、それはぜひ手に取ってほしいかなとは思います。なるほど、はい、今回コントレールはもうパッケージから開けたらすぐに初心者でも使いやすい状態になってるってことですよね。そうです。僕は初心者が使うにあたり一番そこも結構大事だなと思って、うん、出したら即使える、めちゃくちゃこれ大事だと思うんですよ。あ、それすごい大事ですね。大事ですよ、うん、なのでこれスペーサー1種類しか付属しない。あ、もうそれ意外とね、意外とこれ大事。そう、もちろんねスペーサーがいくつもついてると、うん、いろんなの試せて楽しいっていう人も多いと思うんですけど、まあその分もちろんね販売コストとか生産コストも上がってしまいますし、はい、初めてオフストリングを買ったって言った時にパーツが多ければ多いだけ悩むんですよね。何が正解なんだよ。そうなるわけじゃないですか。結局開けてこれ本当はスペーサーを変えなきゃいけない、そもそもスペーサーって何っていうところから入る必要がない、うん、もう開けてよく分かんないけど世界チャンピオンがすごいって言うから買いました、よく分かんないけど開けてみました、でよく分かんないけどオフストの始め方見てやってみました、めちゃくちゃ使いやすい、これが最高だと。そうで、はい、その最高を作りたかったんですよ。なるほど。最初の状態からもう開けて、うん、これで使ってるの大丈夫だからっていうのを作りたかった。なるほど、はい、紐の長さだけは切ってほしい。そうですね。ちなみにオフストリングって紐の長さってストリングトリックとかと比べて長いとか短いとか、なんかこうこの方が最初やりやすいよとかあったりします？気持ちいい 1A で使う長さよりは短い方がいいです、うん、ああなるほど。メタルとかでストリングトリックをやったりする時よりは短めの方が最初入りやすい。そうですね。最初の方はやっぱり紐が短い方がちゃんと力が、うん、回転がかかってくれるので、うん、最初は短めでちょっとチャレンジしてほしいなと思います。なるほど、はい。ちなみに最初スペーサーが1種類しか入ってないんですけど、これは今後こうスペーサーの展開があったりとか他のものと互換性があったりするんですか？そうですね、基本的に実は、まあ、最初はねスペーサー1種類しかないんですけども、うん、フローレスに使われているスペーサーもちろん全部使えますし、サンマリンの MSD スペーサー、うん、あれも入ります、うん、じゃあすごいいろんなセッティングが楽しめる。そうですね。で、まあ、今後ねスペーサーの別売りとかもできるようにC3さんともいろいろ話を進めていきたいなと思いますので、はい、まあ、今後の展開もすごい楽しみな要領になってますね。はい、じゃあこちらのコントレールが今後 C3O デザインのオフストリングの定番モデルになりそうですね。そうですね。やっぱりC3 の 1A の要領でいうとクラウンみたいなポジションになれる、うん、まあ、スペックを持ってるし、うん、まあ、なってほしいなとは思ってますね、うん、初心者一番最初もう全然オフストリングやったことないよって人が最初に手にしてほしい要領であるけども、うん、これからでも大会で使うような戦うような高い難易度のトリックを覚えるのにも十分満たされたスペックを持っている要領だと思うので、本当にいろんな人にとにかく使ってほしい要領だなと思ってます、うん、はい。というわけで初心者から世界チャンピオンまで幅広く対応する要領新コントレール、ぜひですねこちらのコントレール使ってオフストリングのトリックリストとかもたくさんありますし、ソロハムのトリックリストもありますんで、こちらのコントレールソロハムもちろん挑戦できますんで、ぜひオフストリング楽しんでみてください。でコントレール使って良かったよとかこうだったよっていう感想ありましたら、ぜひこちらの動画のコメント欄とかに書き込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。